Alright. Hello everybody, Sleepy Night Cat です。今回もですね、マイサマーカーやっていきましょう。前回はですね、車の方の車検を出したら、マフラーの方がどっか飛んでて、飛んなかったという悲惨な結果に終わってしまいまして、あれからマフラー探したんですけど、見つからなかったです。見つからなかったんでしょうがないから、ちょっと申し訳ないんですけどね、マイサマーカーエディターの方を使わせて、マフラーの方をまたちょっとリスポンスさせました。あんな広大なフィールドからあんなちっちゃいパーツなんか見つかんないよというね。でですね、あの車運転してる間にちょっと猛スピードで木の方に突っ込んじゃいまして、いやー、窓ガラスの方がなくなっちゃったんですね。だからこのままだとまた車検の方通んないんで、お金の方を稼がないといけない。だけどアップデートが来て、なんか変更あったのかわかんないけど、なっからか電話が来ないです。待てどもなんかまた下水の方吸ってくれっていう依頼の方が来ないので、さてどうしようかなっていうわけなんですけど、そのためにですね、キルユのバケットを拾ってきたわけです。だからちょっとね、今夜なんですけどね、キルユの方を作っていきましょう。砂糖とね、イーストの方もね、ちゃんとあるんで、作っていきましょう。よいしょと。レシピはね、イースト1個に砂糖6つだったかな？なんで、砂糖とか全部あっちに持っていきましょう。よいしょと。これで3つ目かな？でですね、バケット、30リットルのバケットに、イースト1個に、砂糖6つだったかな、入れればよかったはずです。で、コポ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 言い始めればね、成功です。とはいえ、完成度にもいろいろとランクがあって、いい完成度だったら高く買ってくれるけど、あんま美味しくない酒だとね、安く買われてしまうので、なるべく高く売れるようにしていきましょう。なまりがち作るの初めてだな。お、溜まってんね。で、暖かいところの方が確か発酵も早かったとは書いてあったんだけど、どうなんだろう。蓋の方持ってくるか。でですね、ここに、ここのテーブルにいっぱい置いてある空のプラスチック缶、何のためにあるか。キリを入れる容器です。よいしょと。まあ、これをね、いっぱいにしていきましょう。まだか。相当水入んないといけないのか。なかなかたまんないな。前またね、あ、いけねえ。ちょっと飲んでたわ。このまま膀胱爆発するとまずいからね、ちょっと出さなきゃ。やっぱね、人間ね、得たら出さないといけないからね。黄色い噴水。バイクに乗ってね、後ろ向きながら放尿すると、綺麗な虹ができますね。出し切ったかな。よし、バケットの中に入ると大変なことになっちゃうからな。もうこれで全いっぱいっぽいね。じゃあイースト入れて、砂糖とか入れてこう。これで大丈夫かな？発光してる音が聞こえねえけどな。
発光してるちゃんと。あれかな、ちょっと間違えたかな、配分16で合ってたと思うんだけどな。ちょっと調べてくるね。 OK、 ちょっと調べてきてたけど順序関係ないのかな、わかんねえな。ちょっとなんか最初に砂糖入れとか入れないといけないのかな。まあ、これで砂糖を6つに、イースト菌が1個で、まあ、これで入ったよね。じゃあこれを水のとこに、まあ水を入れればいいのかな。陣地とか関係ないと思ったんだけどな、どうなんだろう。まあ、これで発酵してくれればありがたいんですけどね。ちょっと待って、いっぱいになっちゃったから出さなきゃ。とはいえな、ちょっとなんかいろいろと調べてる間になんか黄色になったりとかしたから、あのまま放置するべきだったんかな。ちょっと蓋したら放置しようか。ちょっとまだ条件がよくわかんないな。ちょっと難しいな。キリュウとかやったことないからな、一回も。まあ、トライアンドエラーで。で、蚊の方がうるせえな。うせろ、蚊よ。あ、黄色くなったね。で、これで蓋をすれば OK かな。あ、来た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 。でこれで大体、まあ、1週間ぐらいつけとけば、OK って感じかな。じゃあ、順番が間違ってたんだ。最初に素材を入れてから水だね。日が暮れてんのか朝になってきてんのかわからんな。ちょっと一眠りするか。まあ、ちょっと朝にしたいから電話のプラグは抜いてあるんですけどね。日曜日長いな。ちょっと月曜日にしたいんだけど。よしっと。お、トップレスガンが来た。どうしよっか。まあ、キリュウができるまではお金の、まあ、収入があんまないかな。よっしょと。さてと、じゃあ、キリュウは作った車の方修理出したいんだけど、あの店閉まってるだろうしな、月にならないと開かねえだろうしな、修理工は。フリーターリの店、月曜閉まってたよな。車検場も閉まってたろうだしな。まあ、テイモの店だったら空いてるかもしんねえけど。さて、どうしよう。月曜日にしてからやろうかなと思ってたからな、ぶっちゃけ。あとちょっと砂糖の方も買ってこないいけないかな。ひどい状況だな、しかし。だいたいね、160ぐらいで木に突っ込んだからな。バンパーとね、右のフェンダーが取れて、ちょっとひどいありさまだったな。ふいー、ちょっと笑うわ、マジで。トップレスガンのテレビは。なるべく仕事の方も欲しいから、ここに座りたいっていうのもあるけどな、しょうがねえからな、ずっとここにいても。おっと。あ、でも2箇所目か。できれば4箇所、その依頼受けたら行きたいって感じなんだよな。一つの仕事1300だからな。木の方を切れば、トラクターが遅いとはいえ3200の収入があるんだよな。それを時間があれば何度も何度も往復してやれるから、
稼ぎは良いんだけど、私個人的にはキリュウが一番なのかなと思うけどな。キリュウもキリュウでめんどくせえけどな。キリュウはバケットからまあそのジュースを汲んで行かないといけないからね。ちょっとこれも空か。お、空じゃない。そうだね、テイモのところにまたプラスチック缶買いに行くか。でその途中にフリターリーの店が開いてるかどうかを見てくるか。まあ開いてねえとは思うけどな。よいしょと。あ、そうだ、いろいろとね、クーラントの方とかもね、漏らしちゃったから、超過の方を引きっぱなしにして走ったりとかして、ちょっと足しとかねえとな。またオーバーヒートして壊れるのは勘弁だよ。さてどうだ。結構いっぱいだな。どうせだったらエンジンオイルの方も足しとくか。新しい車のパーツも欲しいんだけどな、金がないかんな。あれ、オイルどこだっけ。あれ、ねえな。あれ、あったと思ったんだけどな、結構。あ、ちょっと買ってこないとダメか、どの道。じゃどうせテーモの店に行くんだったら、パーツもなんか注文しようかな。よいしょと。個人的にはこれが一番欲しいんだけど。はいはい。お、ファイブと買いたいか。じゃあちょっと後で切って運んでいこう。ラチェットセットは欲しいな。これはバケットシートは高くて買えねえな。後ろの視界が悪くなるの嫌だからこれはいらないな、個人的には。リムも欲しいけどね。タイヤもちょっと貯金して買うか。個人的にはこれが欲しい。あとはメーターか。じゃあこのメーターとか買っていこう。そういえばこれってグローブボックスの中に入るんかな。厳しそうだね。あ、ダメだ。じゃあ後ろに置いとこう。まあ、フリターリがやってればラッキー。あら、そっか、超過引いとかねえと。エンジンが寒いから。あれ、始まんねえな。オッケーオッケーオッケー。じゃ、買い物兼フリーターリーのところに行って寄ってみましょうか。じゃあ高速乗んないでダートロード行ってみるか、たまには。おう、個人的には窓ガラスない方が視界が良好だからそのままにしておきたいんだけど、まあ、車検的には許せないんだろうね。よし、エンジンの方も温まってきたね。超過の方も戻してと。危ない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 、うーふ、よそ見運転ダメ絶対。あれ、何が問題だったんだ今の。
よし、ちょっと。ふう。助かった。このゲームね、なんかめんどくさがるとそれに、なんかバチが当たるような感じだからな。まあちょっと一旦止めてからチョーク戻した方が良かったな。これでマフラーが飛んでたら俺泣くわ。そしてなんかちょっと雨の方も降りそうだな。あ、そうだ、エンジンの方も調整してもらいたいんだよな。なんかパスンパスン行ってっからちゃんとガスの方が燃え切ってないんだろうな。確かにマフラーの中で爆発してからこうなんかパン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 言ってなかった、言うんじゃなかったっけ。でエンジンのファイナルギアレシオの方も変えてもらえたら変えてもらいたいけどな。ただもうちょっと加速が良かったらなって思ったりとかもするけど、最速、まああの距離の距離じゃないや、最高速度の方も上げたいっていうのもあるからな。あとテーマのとこに行って砂糖とかも買ってくるのもそうだけど、そっか、エンジンオイルか、エンジンオイルも買わないといけないけど、燃料の方も足しとかねえとな。あとなんかちょっと馬力の方が少ない気がするな。気のせいか、いつもこんな感じか。で今通り抜けた家が確か桐生の売れる家だったかな。なんかちょっと弱くねえ馬力。エンジンいかれてるとか？加速しねえな全然。ギアサードギアの時も結構いい感じに伸びたはずなんだけどな。ああ。ちょっと今 の下がよく回らなかったね。ちゃんとなんか伸びたと思うんだけどな。ちょっと絶対これエンジン不調だよ。危ない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 。あいつ、いつもふざけんな。いやでもエンジンの方温まってきてんだけどな。温まりきらなかったからか。ピスト一つ飛んでるとかねえよな。そしたら走らないしな。いるか？いねえよな。残念。じゃあ月曜になったら行くって感じか。で、ここに確かね、あったあった。ロングコイルスプリングがあるから、まあ、車高を上げることはできるんだけど、あんまりバランスとか良くなくな、あの、悪くなっちゃうから、使いたくはないけど、あそこにロングコイルがあるから欲しい人はどうぞって感じだな。しかしちょっとエンジン不調だな。ちょっと開けて見てみるか。エンジンがいかれてるわけではないな。まあ、ピストンもちゃんと4つあるしね。
さてはて何が不調だ。まあいいや、じゃあテーマのとこ行こうか。え、そうだ、どうせだったらソファーの方も回収して持って帰るか。ちょっとチョークの方もひどっかな。でここの方を右に行けば高速に出るから高速で行っか。チョーク引くと多少マシになんな。あーと、リーク始めた。見当がつかない。ああ、でもどうなんだろう、調子戻ってきたか。だいたい100度ぐらいって書いてあるけど、なんかアップデートでこうなんか調整されたとかそんなことねえよな。結構ブイブイ走らせていたんだけどな。ちょっと一旦ちょっとだけチョーク抜くか。燃料と空気のその配合の方をチョークで微調整させないといけないかな。だいたい14ぐらいが最適だとは聞いたけど、そこまで微調整できないから 15.2 にしとくか。まあパフォーマンス多少マシになってきたって感じか。なんかちょっと遅いよな。なんかサードギアの方でなんか最高速度みたいな感じになっちゃってんな。あら、手紙とかが悪さしてるとかそんなことないよな。おっそ、減速してきちゃってんな。フォースギアに入れちゃうと。ハンドブレーキはかかってないしな。なんか80まで下がっちゃったな。あらららららら、さっぱり見当つかないぞ。はあ、なんか出力が下がっ、アホみたいに下がってんな。あれ前運転した時そんなこと全くなかったんだけどな。なんで？はあ。ちょっとこれは後で見とかないとな。なんかどっか緩んでるとかそんなんだろうけど、あれかエンジンオイルがないからとかそんなことないよな。ちょっとテーマのところに行ってまた入れとこう。あれかな、ギアのこの液体が抜けてるとかなっけねえよな。万が一なんかあの簡単なところに問題とか隠れてはいるんだろうけど、あれだな、セカンドギアだったらチェックちょちゃんとバリが出なきゃね。前回から全然いじってないんだけどな。ハムデラハム。まあ、いや、着いたか。で、確かね、ガソリンのやつは左、こっちだったか？よいしょと。あ、あんた、こっちじゃなかったか。
右の方だったか。ちょっと近づけて入れてしまおう。それともなんか誰かに砂糖を混ぜられたとか。なことねえよな。タイヤがフラットになったって可能性もないしな。そしたら意外となんか結構音独特的だろうし、まだ追加されてないと思うんだよね。よいしょと。じゃまず手紙を入れよう。よいしょ。落ちた。また落ちた。ちょっとなんか届けられたくない手紙だったりする？入れよ。入れよ。そのまま下から入れちゃったよ。なんかちょっとしたロールプレイをしようと思ったのに。よし、まず、オータモイルだけでも買っとくか。エンジンのな、トラブルシューティングがな。よいしょと。あ、チェックホーン抜けてたな。Helvetti, tuommoisesta Suomen kuvasta niin pitää maksaa monta sattua markkoita. Eikö jossakin purkkapaketista sai Okei, kore de ippai halaimmalla da. noidakin, mutta ei, kun se pitää olla se tietty tarra. じゃあこれは持って帰る。ビールが重いわけなけねえしな。じゃあこのボトルも買ってみるか。案外なんかここら辺のやつが足りなかったりとかするんだろうけどな。でもいっぱいだな。これはいっぱいだぞ。とはエンジンの出力に関わってって言ったらな。これフロントウィールじゃっけ、フロントエンジン、フロントドライブだから、こっちの方に問題あるってことか。いやーでも、ベルトの方はな、問題ないだろうしな。この中、泣いてるわけでもないだろうし。まあ、ちょっと、簡単にできるところはまず見てみたけど、まあ、解決にはならなかったな。ちょっと砂糖買っていくか。あとジュースのボトル。安い飯はな、ピザか。ピザ買っていくか。ちょっと節約していかねえとな。217マルク。フィンランドクローネか。マルクじゃないな。マルクはドイツだ。前、ヨーロを使ってる前の単位だけど。ちょっとこれ、どうなんだろうな。ちょっとエンジンオイルを追加してみたから、これで治るといいんだけど。なんかエンジンがつきにくくなってんだよな。なんでだ？アイドリングのままにするとこのまま死んじゃうしな。あ、今回なんか普通についたな。あれか？やっぱりこれの燃料と空気の調整が悪いからかな。
あれかな、あとはなんかバルブのタイミングとかの問題かもしんないな。まあいいや、じゃあ今回一旦ここまでにしよう。で、次回はちょっと月曜日の方までにして、車検の方を通すんじゃなくて修理だ。しときましょう。じゃあちょっと一旦今回はここまで。で、あれやね、エンジンの不調とかの方もまた調べときます。まあこの時代インターネットがあるからね、問題あってもネットですぐ調べられっけど、1995年だとインターネットないから雑誌とかで見ないといけないからね。よいしょと。じゃ、ご視聴いただきありがとうございました。また次のエピソードも見ていただけたらなと思います。それじゃあ、バイバーイ。